ラッシュアワーは1998年に公開されたアメリカ映画。本作はジャッキー・チェンが出演した米国映画で初めて、米国国内での興行収入が1億ドルを突破した作品で、ジャッキーとクリス・タッカーが共演した刑事コンビ映画であり、コメディとアクションを交えた構成となっている。コメディのセリフの滑稽さを表現するために日本、ご字幕監修にナインティナインが起用されている。 ラッシュアワーシリーズ3部作を通して劇中にザ・ビーチ、ボーイズのカルフォルニア・ガールズが使われている。また、エドウィンスターのウォーが一種のテーマソングとして使用されており、1、3ではエンディングシーンなど、2では劇中予告で使われている。2014年10月1日、ワーナーブラザーステレビジョンがテレビドラマ化の企画を発表した。 2016年3月31日よりアメリカ CBS にてブレッド・ラトナーが制作指揮を務めるリメイク版ラッシュアワーの放送が開始するが5月17日にシーズン1での放送打ち切りが決まったことが判明した。香港警察のリー警部は香港政庁の班と協力して香港マフィアの順当から美術品の奪還に成功する2ヶ月後。 在ロサンゼルス中国総領事となっていた藩は、ジュンタオに誘拐された娘、スーヤンを取り返すため香港からリーを呼び出す。しかし、捜査を担当する FBI のラス捜査官は、よそ者のリーの参加に難色を示し、リーを捜査に介入させないために、ロサンゼルス市警察に彼の監視を依頼する。死刑のディール警部は、独断で爆弾の密売人を検挙するために騒動を、 起こして停職処分を受けていたカーターにリーの監視を押し付ける。自分がバカにされていると感じたカーターは FBI や死刑の同僚を見返すため独断で捜査を始め、中国人グループが銃や爆弾を買い漁っていることを突き止める。一方、カーターの監視を振り切ったリーは総領時間に向かい犯と面会し、遅れて到着したカーターと共に捜査に加わる。 その直後に、潤太を信下さんから、身の白金の要求の電話がかかり、逆探知して居場所を突き止めたラスは捜査官を引いて、街中のビルに急行する。しかし、ビルの中には誰もおらず、捜査官たちはさんが仕掛けた爆弾によって全滅する。リーとカーターはさんを発見して追跡するが、コンビネーションの乱れから取り逃がしてしまう。カーターはさんが、現場に落とした機械が、 爆弾のリモコンであると知り、死刑の留置所に向かい自分が検挙した爆弾密売人のクライブから爆弾の買い手の情報を聞き出す。二人はクライブからの情報を頼りに、中華街の中華料理店に潜入するが、純太王に見つかってしまい店内で乱闘になった挙句、純太王に逃げられてしまう。乱闘騒ぎのせいで、身の白金の受け渡しに失敗したため、二人は捜査から外され、 リーは、香港に帰国を命じられてしまう。しかし、カーターはリーを説得して、捜査を続行し、身の代金の受け渡し場所である、中国博覧会の会場に潜入する。会場に潜入したカーターは、会場に居合わせた香港警察のトーマス・グリフィン、警視庁が、中国料理店で見かけた男と同一人物であり、彼が、ジュンタオであると確信して、騒ぎを起こす。 正体が露見したグリフィンは、スーヤンを人質にするが、カーターに奪還され、FBI と彼の部下が、銃撃戦を始める。グリフィンはラスから、身の白金を奪い逃亡用のヘリがある屋上に、向かうが、追ってきたリーともみ合いになり、転落死する。事件の解決後、カーターはラスから FBI に勧誘されるが断り、休暇を過ごすためにリーと共に、香港行きの飛行機に乗り込む。 本作は公開第一週で、工業収入3300万ドルの収益を上げ、北米公衆1位となった。最終的に、アメリカでは1億4000万ドル、世界では2億4400万ドルの収益を上げた。また、ロッテントマトズでは60%の支持を得ており、メトクリティックでは23件のレビューが寄せられ、60、100の評価となっている。 ロジャー・イーバートはスタントマンを用いずにアクションシーンに挑んだジャッキー・チェンの演技を称賛し、同時にクリスタッカーのコミカルな演技と合わさり効果的な作品になったと評価している。ありがとうございます。